皆さんどうもタイガです。お疲れ様です、ちょうど今さっきフレンドの、トマメがあって、まあ、そのトーナメント、まあ、ソロトマメなんですけど、それで、まあ、カイロさんとぶつかりまして、カイロさんにねやられた固定がめちゃくちゃ強かったんでやりたいと思います。魔導チビグリやられて、これ強いなって思ったからやります。自分もまあ実際ね、なんだろう、まあ、チビグリの圧と、まあ、前線魔導、なんだろう、大型戦もやれるし、中型戦も鉄板だし、みたいな、そんな印象。で、今ヘッドセットを外したけど、つけないと音漏れして反響しちゃうからつけましょう。さて、それでいいや、1個で。はい。で、このコラボ猫下行ってもらってからのチビグリ。まず召喚。はい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 。で、まずこれ、トレで押さえてもらいながら、チビグリのスキルで、ユキンコを倒してもらいたい。チビグリのね、スキルがね、本当にとんでもないぐらい強いんですよね。はい。はい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 。アーマーでも削れてないですね。思ったよりも削れてない。けど、こっからは削れるんじゃなかろうか。しかしね、蚊に引かれてしまってます。ただ、チビグリが強いね。本当に強い。マジ強くない？こいつマジで強いな。ただ、まだユキンコ1体いるし、蚊にもね、2体いますんで、そいつをね、まあ、どうにかしなければならない現状なんですけど。はい、ブン。もうこれチビグリまで生きてますんで、あとワンパン強っ。さあラストカーニーですね。これまだ魔導使ってないですよ。でラストカーニーなんで、これ魔導いきましょう。もうユキンコやりましょう。はい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 。で倒してもらって、いやもうこれやばいでしょ。大型戦してないって。パピオンと魔導重ねるか。いやもう魔導パピオン魔導でいいや。魔導パピオン魔導でそれやっちゃって、で来たけど問答無用で、あーしかもあのパピオンがレド側にじゃねえフォア側に強いんで終わりっすね、これ。はい、終わりましたって感じですね。てか全然コースだったわ。全然見てなかった。というわけで完勝でやっていきましょうか。もう眺めてたわ今。はい、というわけで完全勝利です。魔導チビグリですね。今安定はそうだな。魔導のあのアブマドでソロリーグやろうかと思ったけど、裏何にしようか迷ったんだよね。ありだな。はい、それではねやっていきましょうか。やっていきましょう。とりあえずね、魔導チビグリ、まあ今ね迷ってるんだよね。さ、あの更新チャレンジで使うキャラを迷っていて、どうしようって。まあ候補がいろいろあって、まず1点、まあ、まず1キャラ目は今まで散々使ったウサギ。まあ、今までね、ラビットリーダーでちょこちょこやってました。キャラ強 B グランプリね、最後ね、頑張ろうかなって思ったんですけど、他で忙しくてできませんでした。はい。なので、ウサギで途中でやめちゃったんですけど、よいしょ。まあ、ウサギリーダーでやってもいいし、まず窓だね。はい。で、ノームが出てくると。OK? ノームね。ノームはね、一応ね、ゴーレムがね、有利なんで。ここのタイミング。あー、タイミング。ワンテンポずっちゃった。一発かかっちゃった、ノームの動き。ゴーレ結構食らったな。まあ、しょうがないか。まあ、とりあえずノームはやってくれると思いますんで、一回だけ壁張ってあげて、あ、いらんかったね。はい。まあ、上にゴレがいますんで、キャラが流れればね、まあ、ゴレが頑張って突っ込んでくれるんじゃないかなと、期待してます。まあ、窓を行って前線で火力出しましょう。
で何かキャラが来るならばミノでやってもいいですね。でこうやってパンダとか流してキャラ流させてゴレに前行ってもらう流れ。さあ1分15しかないんでモチビグリも出してどんどん攻めましょう。はい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 、ウサギヌボは火力少なめだから結構抑えるの大変なんじゃないのというわけでウサギを切って、さあチビグリももう一体出して取っていくよ。素晴らしい。これバグっすね。はい、キャラがいるのに取られるバグでも、おそらく裏ゴレガじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。ゴレガ出てくるならミノ切ります。ただお相手コストがないのか。ああなるほど、大型がいなかったんですね。じゃあ干渉もらいましょう。もらえるか分かんないけど落としてくれ頼む。さあいけるだろ、いけるだろこれ。 OK ナイス、素晴らしい。というわけで、完全勝利ですね。ありがとうございます。はい、それではやっていきましょう。続いて、いやはやもうなんだろう、何が苦手なんだろうこの固定。まあさっきカマキリって最初話しましたけど、カマキリはめんどくさいけど、カマキリを使ってる人がそんなに多くはないんですよ。で、まあ窓を引っ張られちゃうけど、出されたカマキリはね、まあ、大体処理してくれるんで、まあそこまで、まあ困る印象はないかなっていう感じ。で、例えば、窓をぶち抜いてくるサイクロプスとか、切られたとしても、まあ、チビグリでサイクロプス横当てもできますんで、特に別に悪い印象はないんですよ。まあ、もし苦手なキャラがいるとすれば、フォアガとか、遠距離からやってくる、こっちから関与できないキャラ出されたりとか、まあ、あとは一応ゼウスも、まあ、固定は苦手だけど、ゼウス自体があんまり強くないから、大型でゼウスを処理できる、あれを持ってるならば、そんなに問題はないのかなっていう感じはしますね。パッと出てこない。このキャラきつ無理、絶対無理でしょみたいなのがパッと出てこないんで、思ったほどきついキャラはいないのかなっていう。さあ、イカズチギリギリ範囲のところに入れてあげて。さあ、これラッキーですね。イカズチ連打しましょう。ナイス。めっちゃ打つね、お前。優秀かよ。十分、十分。十分ですね。めちゃめちゃ頑張ってくれましたね。さあ、窓を置いて、チビグリ置いて、さあ、ボスのケツ当ては成功してない。してないですね。ここでケツ当て成功か、おそらく成功だと思うんですけど、どうだろう、わかんない。そもそも避けてるから、まあこれ倒せますね。はい、でこっからですね。さあ、ロボがねずっとね迎撃状態なんで、こっちからね攻めなければならないと。取れましたね。そしたらもう魔導でいきましょう。これは倒せますね。さあ、バーサーカーのラッシュがまだあります。まあ、こちらもコストあるんでね、特にね問題はないんですけど、ちょっと取っていく。ビートルあと1本かな。ここで使ってくれたりしないかな。無理か。チビグリ前線切りしてビートルを使わせに行く流れ、使ってはもらえない。まあ、どっちにしてもブラドラ残ってますんで関係ないですけど、サキュバス2本、まあおそらく無理でしょう。はい、チビグリ、なんなら魔導も残ってるからね。ダラダラドン。というわけで完全勝利ですね。今なんか安定してるな、マジで安定してるわ。前線魔導で張ってチビグリの火力を出すっていうのも強いけど、なんだろう、壁プラスチビグリが、その壁が迎撃キャラでもう最初から固定でいるから、頑張って迎撃引かなきゃっていうのがないんだよな。はい、それではね、ラストやっていきましょうか。ラスト、ラストで、まあとりあえず魔導騎兵、今回運営のバランス調整一覧みたいなのが出てきたんですけど、その中にね魔導とチビグリ入ってなかったんですよ。つまり次のバランス調整までこの2体は全然強いよっていうことが確定してるんで、今から使い始めてもまあ後悔しないのかなと思いました。やっていきましょう。お、あきんこさん、ランカー経験者の方ですね。
さあ、キバ。まあ、魔導いますんで、今回。ただ、キバの足が速すぎて、あれは何やっても取れないんで、大砲撃たれない限り取れなかったんで、まあ、ちょっとこれは厳しいですね。で、さあ、どうしよっかな。まあ、一体パンダで見たいな。見れない、OK。まあ、これも見ました、OK。さあ、アラレちゃんのうんちゃほう、痛い。パンダの虹はね、強いんですけど、飛ばされる珍しい光景。まあ、こっち下からパンダ切りましょう。砦を削りましょう。砦を削って、で、ここ魔導で見てもらって、あられね、魔導で見えますんで、さあ、ここ取りに行きたい。そしたらまさかの大型が早めに登場。で、ここでカニが出てこないんで、おそらくカニいないと思うんですよ。まあ、でも、早めに行きますけど、ここが出るかな。そう、大型はこのあれがトロールが来る。で、アマゾネスと。なるほど。まあ、後ろはね、奴がいるんで、任せましょう。はい。さあ、クイーンで。後ろは大丈夫。さあ、麻痺ってほしいけど。まあ、ここまでダメージ入れてくればとりあえずいいですね。あとはもう、あいつがスキル一発打つかどうかなんですけど。撃ったな。でも射程一方的にやられてますんで、狩られたくないですよね、窓。奥義が狩られずに済んだ。そしたらこうパンダで見て、あいつは見ないといけないからね。さあ、ここウサギで見てあげて、あー、オッケー。まあ、流れるなら流れるでいいよ。はい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 。オッケー。というわけで完全勝利ですね。いや、安定してんな、マジで。まあ、カニ引かれなかったのよかったな。カニ引かれたらキメラとね、あれが2枚抜きだったんですけど、まあでもチビグリでカニも見れるんで、まあ見れるけどって感じなんですけどね。狩られるんで、こっちのキャラも。とりあえずナイスです。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていったのは、久々のチビグリさんですね。まあ魔導系は相変わらず強い。あ、今のは相変わらず強いんですけど、それプラスチビグリを使ってきました。まあ強いけど、目立ってない隠れ強キャラって言っていいのかな。もう気づいてる人はみんなね、このキャラがやばいことは知ってますけど、まあなかなか騒がれてないので、まあしばらくまだまだこのね、強い状態のまま、無双できるんじゃないかなと思えるキャラですね。支援キャラで優勢枠にしてるのはチビグリとリス。この2体は必須でやってます。それぐらい強いと思います。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。